今日は2分でできる超ズボラおつまみをご紹介します。冷たいフライパンに冷凍のコーンとむき枝豆、バター、塩コショウを入れます。火をつけてコーンからパチパチ音がしてきたら醤油を入れよく炒めます。汁気がなくなったら完成です。いただきます。今日はトウモロコシのかき揚げを作ります。ボウルに薄力粉と酒を入れダマが残る程度に混ぜます。別のボウルにトウモロコシ、枝豆、薄力粉を入れよく混ぜ合わせたら生地と塩昆布を入れよく混ぜます。油を170度に熱します。170度の目安は菜箸を入れて一呼吸で泡が出るぐらいです。コーンをスプーンですくって油に入れていきます。3分揚げたらひっくり返して裏面も3分揚げていきます。火が通ったら油をよく切って完成です。いただきます。今日はトウモロコシご飯を作ります。研いだ米を炊飯器に入れ水を入れます。トウモロコシは皮を剥いて2等分し身を包丁でそぎ落としてください。炊飯器にトウモロコシ、塩を入れよく混ぜたらトウモロコシの芯を入れ炊飯します。炊けたら芯を取り出してよく混ぜてください。お茶碗に盛り付けてバターと醤油をかけてよく混ぜたら完成です。いただきます。皆さんどうも、おかみです。今日は居酒屋のおかみがおうち居酒屋をやりたいと思います。いやー、今日の居酒屋のテーマは下町の立ち飲み屋さんです。今日のビールはこちらです。アサヒの夏日和です。発泡酒ですね、はい、アルコール度数 5% です。はい、でおつまみが焼きとうもろこしです。鰭醤油を塗ってグリルで焼きました。であとこれがもつ煮込みです。多分動画出てると思うんですけど今撮り終わった直後です。はい、そしてこれなんですけど、これは缶詰をこうやって上に乗せて温めて食べていこうと思います。まず焼き鳥のレバーをやっていきます。いただきます。うん、おいしい。もつ煮いただきます。うん、はい、そしたら今日は金宮を飲んでいきます。今日の割り物はこちら、こだまバイスサワーです。リンゴ果汁とシソの抽出液が入ってる炭酸ですね。これで割っていきます。なんか溢れちゃいましたね。うん、乾杯。うん、ほとんどリンゴの味は感じないんですけど、シソの風味がします。赤シソの風味。焼きとうもろこしいただきます。醤油塗ってただ焼いただけのやつめっちゃうまー。
私10年ぐらい前会社員だったんですよ。それで同期と一緒に浅草橋でたまに飲んでたんですけど、そこがね立ち飲み屋さんなんですけど、疲れると椅子出してくれたりしてすごい親切なお店で、缶詰が置いてあるんですけど、それでアルコールランプで温めて食べるんです。今日はねそれを再現してみました。焼きトウモロコシ食べ終わりました。ごちそうさまです。酔っ払ってきました。ライスもなくなりました。あーちょっとライスがもうないので、どうしようかな。黄身をつぶし梅で割りたいと思います。シークワーサーで割ります。あ、めちゃくちゃいい匂い。お願いついてこれのガスがもうないんですけど、空です。ちょっと仏壇にライターあるか見てきます。ありました。怖っ。あっ、ついたか。あ、ついた。焼き鳥の塩をのせます。いただきます。うまっ。食べ終わりました。秒でなくなりました。もつ煮込みをおかわりしたいと思います。一味をかけます。さっきかけるの忘れちゃったから。あ、かけすぎちゃった。いただきます。おいしい。ごちそうさまでした。最後までご覧いただきましてありがとうございます。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録お願いします。それじゃあまたね。バイバーイ。